今日はポケットモンスターピカチュウ続きやっていくわよ。この前なんちゃかしてからちゃんちゃかちゃんでこっちまで来た。でこのまた戻るんだけど、なんか女の子いる。あ、どんぶらじのお姉ちゃんじゃない？あれ違う違うっけ。ぴったりなプレゼント、ん、スポーツウェア。え、ピカチュウに着せてみる？私のスポーツウェアじゃないの？ありがとう。え、なに腕に乗ってきた。フクロウかよお前。ゆゆた、とっても嬉しそう。触れ合って遊べんの？マジか。じゃあ触れ合うけどさ。おー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 おおおお、嬉しそうじゃん。あれ、どうしたゆゆた、どうした、もういいの、もういい、もういい、もうダメ、もうダメ、あ、耳触れる、かわいい。ではでは、あ、ちょ、嫌なの嫌なの嫌なの。あ、ここはここら辺は、ここら辺どう、ゆゆた、ここら辺どう。ごめんね。はいはい、さっきのさ、もらったやつ着せたいんだけど、いろいろあるんだね、コマンドが。これか。おお、すごい。お着替えトランク、ゆゆうたの着替え、洋服、メガネもあるの、スポーツウェア、あ、着てる、かわいい。せっかくだしもらったからね、これ着てこう。ゆゆうた、めっちゃ左肩だけすごい重いんだけど、なんか歩かないの？ポケモンじゃないのこいつは。お、謎の草、ちょっと戦おう戦おう、戦えるのこれ。あ、か、構える、あ、構えるか、ボールか、これか。ふっ、よし、グレイト。あれだね、道から出てきたポケモンは捕まえることしかできないのか。で、多分トレーナーとは戦えるんだよね。なんか私の知ってるポケモンって全部戦うみたいな感じだと思ってたからさ。すごい、いっぱいもらえてる。ゆゆた、レベル8になってる。なんかここのさ、あのあれじゃない、イラストだけドット絵なの、可愛くない？ここだけはなんか昔のまんまなんだなみたいな。おお、なんかすごいアングルから見てるけど、謎の草それどうなってんの、謎のポケモンになってる。まあ謎の草だからいいんだけど。さあ、行くぜ行くぜ。おお、よし、戦おうか。目と目があったね、かっこいいこと言ってる。少年なのにトレーナー同士目と目があったね。僕のお気に入りのポケモンと勝負して。そんなイケメンなの、すげえ、どんなポーズで来るんだろう。かわいい。三頭身かよ、カープかよお前。おうおうおお、どうしたどうしたどうした、お、来たよ、ほら、った来たぞ、ゆゆたで勝負だ。よし、こっちはね、もうね、メスのゆゆたがいるからね、全然余裕、もう電気ショックで一撃だから、ほら、強っ。マジで一撃じゃ、ごめんって。あー、こらった、ごめん、なんかこんなうまくいくとは思わなくって。あー、すごいがっかりするじゃん、顔濃ゆいな君。60円もらっちゃったよ、こんな子供から、ごめん。なんかポケモン勝負って大変なんだね、意外と。あ、どうみょうじ、久しぶりじゃん、さっきぶり、嬉しそう。なんでわかんの、なんでわかんだよ、気持ち悪いな。あー、そうだ、何、体力とか技のポイントが減ってるから。あー、ポケモンセンター、回復するんだ、時間もお金もかからないと、すごくない、どういう経営で潤ってんの、どこから金が、市から、国から補助が出てるとか。あいつ何人に来たんだ、ほんとアドバイスだけ言って去っていく人だった。お、親父じゃん、何してんの、日向ぼっこ、マサラっこ、なんでわかるの、私がマサラから来たって、やばくないあいつ、幼女趣味かよ。お、学び屋で、学び屋、私のツイッターぐらい面白いね、これ。なんか学ぶか一緒に、先生、先生のおっぱいは何カップですか、うん、はいはい、教えてくれない、ダメだわ、この学び屋はちょっと将来性がないね。なんかバストの歌とかあったよね、 A カップ B カップ C カップ D カップみたいな。こっちなんだ。あ、22番道路、いきなり22番になった、道路が違う、あ、道が舗装されてる。あ、どうみょうじ、どうした、何何、は、あい、してんの、してんの、は、あ、なにね、地道に頑張って強くなっていくしかないよな、地道に勝負だ。え、また勝負、はあ、どうみょうじ、あんた戦いが好きね、私もね、血がね、求めてるから。あー、すごい、うおー、あー、ポッポ、あ、ポッポ、新メンバーじゃん、うちもゆゆうたがいるからね、大丈夫、いい、確か鳥に、じゃあアップにするな、ちょっとどうみょうじ、アップにしないで、鳥にね、電気は強いはずだから。そうそう、これでもうほら、もう焼き鳥だよ、焼き鳥焼き鳥、焼き鳥はね、せせりの部分が美味しいです。はい、出た EV、 このまま行くぞ、ゆゆうたと私は戦っていくんだ。よし、ういっ、ういっ、あれかな、ピカチュウと EV だけ声があるね、可愛い声が。うん、早い、頑張れゆゆうた、これで決めろ、電気ショック、よっしゃー、
ってしまった。敗北が知りたい。てか、あれじゃない、道明寺は名前つけないの？ココアちゃんとかつけないの？え、本当かよ。また値段が上がってる。ありがとうございます。140円ありがとう。あれだね、自販機の飲み物買えるわ、そろそろ。あ、え、まあいいやつか。まあそういうのはちょっと良くないよ。まあそういう感じでよくするのは良くないよ。お、飛び越えられた。なんか可愛い、可愛い。なにこの子、めっちゃ可愛くない？ミドルのメス、ちょ、ぜひ捕まえたい、ぜひ捕まえたい。ふっ、よっしゃ、当たった。いいね、可愛いじゃん。あれどう？お、やったー、ニドラメスを捕まえた。これさ、名前って付けらんないの？捕まえたポケモンに。ちょ、バッグ見ようぜ。バッグのポケモンボックス。ポケモンボックスって何？ポケモンめっちゃ入ってるみたいな。うわ、めっちゃ入ってる。これ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 、名前変えられんじゃん、やったー。カーグラメ。あ、これ育てればチューポケモンなんじゃん。これ手持ちと入れ替えようよ。手持ちに入れる。これって今謎の草と、ちょっと待って、珍しそうなポケモン捕まえたよね。やっぱりありふれたポケモンじゃなくてさ。じゃあ戻るか、私は私の旅。どんどん行こう、どん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 。あ、戻れない戻れない、大変大変大変、戻れない。あ、なんか強そう、強そう、かっこいい。これは何？オスの方だ。これオスの方だよ。ほうほう、よいしょ。あ、すげえ、モンスターボール何個あるんだろう。だから私、おお、捕まった、イエーイ。なんか強そうだけどね。どっちがオスとメス、どっちが強いのかな、楽しみだな。おお、カグラメアレベル5になってる。レベル5のカグラメアだ、すごい。ペトン教授みたいな感じで謎解きしそうだね。え、どうやって帰るのこれ。ちょっと、あ、飛び越えられてよかった。もう二度と帰られないのかと思った。こっち上か、あ、上から来たから左だわ。左じゃねえわ、右だわ。お茶碗持つ方が左だわ。あの、わかんなくなるな、ほんとそれ。あ、こっちだから、さっき行けなかったところが行けてるはずだから。これは、な、抜けてるの、かわいい。違う、重いんだ。そう、重いんだって。ラリー、ラリーってるよ、謎の草。大丈夫？草だからラリーるの？はあ、やっとける。え、なんか出てきた。ああ、どうした？カグラメアはさっき捕まえたニドラオスのことが気になるみたい。マジで？メアちゃん炎上しちゃうよ。マジでメアちゃん炎上するから気をつけてね。男関係は本当やめた方がいいよ。なんだこれ、木。ああ、切れそう、切れそう。ハサミは？ポケモンセンターあんのに、ここら辺はホームセンターはないんか？カインとか、シマとかないんか？なんか、ちょっと、あそこにモンスターボール。なあ、メア、メアちゃんこれ切って、メアちゃんこれ切って。ダメか、切れないか、メアちゃん。もう手刀で切れない、いつもの。なんか、ここに行ける。お、なんだ？お、時はの森。なに？なんかビクってした。すっごいこれ。はい、この、光と影の表現力。やばいのがいるのかな？あ、なになになに、これ、これなんか光ってる。あ、ちっちゃいの、なにこれ、かわいい。ちっちゃいと、ほい。あー、当たった当たった、それでも。いい感じ。でもピカチュウ増えたって、悲しいって。うちにはもうユータがいるからさ、もう無理なんで、うちにはピカチュウ買えません。買えません。経験値だけもらっていきます。まあちっちゃいポケモン、え、メアちゃん毒、まあ毒、まあ毒づくからね、あいつすごい、口調がね、あの結構トゲトゲしいところあるから、そういうところは似てるのかもしれない。あ、女に、かわいい子、なに、おっきいピカチュウ、なにこれ、インゴの話してる、なに、おっきいピカチュウです、うちのユユータはおっきいですよ。かわいい、なに、ミニスカートのまこちゃん、かわいい、童貞を殺す服着てる、どうしよう。あ、かわいい、コラッタでいいの、コラッタを懲らしめてやるってね。なんかもっと可愛いポケモン出してきてよ。あ、大丈夫、うちのユユータ、あ、二度蹴り、ちょっとこれ新しく覚えた技使っちゃおう。ユユータの二度蹴り、お、に、あ、一回、ユユータは二回蹴らないんだよ。もう一回で倒しちゃうんだな。いやー、強い強いわ。そんな80円しか持ってない、道明寺より持ってないんだけど。どうしよう、やばいな。なんか落ちてる、拾おう。小さなキノコ、意味深、何？何に使えんの？え、なんか待って、で、バタフリーがいる。バタフリー知ってる知ってる、これ知ってる知ってる知ってる、バタフリーじゃん、バタフリー、すげえ、でけえ、かっこいい、本物だ。はっ、おし、できた。ちょっと待って、私もしかしてこれ慣れちゃうんじゃないかな。ポケモンの王にいけるんじゃない、すごい慣れそうな気がしてきた。
そろそろメンバーね、決めていこうと思うんだよね。森を出たら考えよう。ちょっとね、私の織田軍はね、やっぱね、強き者ではないといけない。いくら姿見た目がね大きいからって言ってね、ちょっとねやっぱり中身でねきちんと考えないといけないから。でもね今ね私のね手元に足りてないのは圧倒的オスなんだって。みんな女の子なんだもん。ゆゆうたが女の子なんだもん。まずおかしいよね。ゆゆうたが女の子なんだよ。控えのポケモンも育てようか。そろそろなんだっけ、メアを育てようか。てかどこ、ここの出口な、難しい。これこんなの今の小学生はできているの？すごいね。私わかんなくなっちゃう道これ。へえ、迷子になっちゃう。ほら戻ってきちゃった。あ、なにこれ、強い強い、でかいやつ光ってる。ビッグなポッポだ。ビッポポッポはね空飛べるからさ、これからも使えると思うんだよね。はっ、よし、これでオッケー。大丈夫、完璧。来い来い、このなんかガチャみたいな緊張感。はぁ、捕まった。なんだったの、私がシュッて言った瞬間にシュッてするのほんと良くないと思うよ。なんかでもこうやって大家族になっちゃうのかな。メアも二度蹴り覚えるの。鳴き声かな。いや、メアちゃんの鳴き声はすごいから、尻尾を振るを忘れさせていいよ。そうやってこびていくのはよくない。こびる方向はやめていこう。二度蹴りで蹴りをかましていく方向にしよう。そうそうそう、こびるのはねメアちゃんに似合ってないから。そう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 、なんかいっぱい、あ、不思議だれだ。ちょっと待って、不思議だれがいる。ちょっとピカチュウ待って、お前ちょっと待って、待っとけ、大丈夫、不思議だれがいた今。不思議だれがいた。ちょ、違うんだって。ずっと、あ、違うの今。不思議だれがいたの。ほらいるやんけ。はあ、かわいい。ちっちゃいの、かわいい。よいしょ、かわいいね、不思議だね。やばい、お、いいよ。あー、捕まった。よっしゃー、捕まえられた。これいいね、この子めっちゃかわいいじゃん。きっと珍しいんだよ。嬉しい、やったー、しまっとこうっと。で、どこ出口。左の方か、こっちで。あ、ここ初めてじゃない。初めてだ、よかったー。ようやくだよ。もう投げるコツ知りたい。お姉さん教えて。できればなんかゆっくり個人レッスン的な感じでね。可愛いお姉さんにそんなモンスターボールを投げるコツ知りたいなんて言われたらちょっと断れないっすよ自分。ここは電気ショックだ。よし、脳死電気ショック。よっしゃー、もう焼き鳥だよ。私焼き鳥は砂肝も好きだよ。せせりも好きって言ったけど。お、これ、あ、もう一人出てこないんだもん。君の戦い20丸、かわいい。君アイドルとかやってみない？君 VTuber になってみない？どう？ここがようやく出口じゃない？ついに？ついに？ついに？わかんないわかんない、初めて行くところだよここ。いいよいいよ、いい感じだよ今のところ。はあ、長かった。これで常盤の森、お疲れです。お疲れです。常盤の森脱出です。ちょっと作戦会議するか。お、また道路だ。よし、どこまであんのかな。ここまで行ける。あ、ここまで行ける。新しい町だ。あー、ちょっと待って、ちょっとー、なんだ名字、そういうとこだよ今。なに、ポケモンジム、ジムリーダー。あ、そう、あ、強くなりな、挑戦しないとねって。ゆうゆうたも戦いたいんだなって勝手にゆうゆうたの気持ちを汲み取った。応援の気持ち140円くれる。あ、傷薬5個、ありがとう。使えんじゃんあんた。ここまで貯めた賞金で信姫の分も買っておいたんだぜ。や、優しいじゃんあんた。私ごめんね、140円と120円取ったけど。いいの？いいのそれ。平気？気をつけてね、お金なくさないようにね。よし、作戦会議をします。ポケモンもな、手持ちのポケモンをどうにかしたい。メアが2番目に今いるでしょ。で6匹まで持てるんだよね。これを手持ちに入れて4番目にして、手持ちに入れて5番目にして、めっちゃメスいるんだけど。あとニドランも持ってくじゃん。タイプが偏りすぎてる。とりあえずメアを育てたいからちょっと並び替えて、おー、いいね。じゃあ並び替えてメアを育てていく方針で、名前は、え、悩むなーこれ。なんかまあ、ポッポがフラトラかな。あれだね、みんな女の子だから可愛くなっちゃったね。よし、んで不思議だねがたまきちゃん。たまきしか入んないんだよね。犬山たまきが入ったら一番いいんだけど。あーあー、な
ぬぐむ、ぬぐむ顔、ぬぐむ顔、バタフリーの方がぬぐむ顔してるんだよな。ぬぐむもひらがなにしよう、かわいいから。ぬぐむ、よし、これでオッケーと。こいつどうしよう。じゃあ大好きな先輩と。よし、完璧、この夫人いいね、いい夫人、すごい、シュガターハーレムじゃん、やば。よし、じゃあここで手持ちのポケモンの名前も全部つけられたっていうことで、よし、一旦今日はここまで。あー、森がね、長かった。もう森を脱出するまでどれぐらいの時間がかかったことか。またね、新しく次のパートとか見たかったり、他の動画が見たかったら、あんたもオタくんに入ること。じゃあ今日はここまで、バイバーイ、ピッピカピー。